国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よOkay, let's go. よく聞け。腕に覚えのものあらば言いでよ。なだ、チムニだ。我こそは足立春信。あの足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、世を払って島を守れ。かかれ。仲間がこの命に代えても前進せねばなるまいぞ。なるものか、者ども続け。もうこどもの新手だ、切り捨て。
もはや我らのみ残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。Thank you.
かにしてここへ。誰かが俺を見てくれた。もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。誰が歯を研いでおった？武士か？カモサモ。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。Comment je suis censé faire ça? Comment je suis censé sortir là, mon pote?言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？義勇気しな。手を貸してほしい。
叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。くぐって。Oh, j'ai failli me faire cramer là. サバを漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。買えそうなものもらっときな。盗めというのか。町にしゃとっくに死んでる。Il y a un bouteille, quoi. Les proportions. Voilà, ici, il y en a plus. On va descendre. Je vais descendre, mon pote. Les ressources. Très important. Ressources.C'est important. Ah ouais, mais maintenant je vais suivre. Il n'y a pas d'esprit encore ici. Tachi a acheté les gens qui vivent sur ce côté.Des ressources. Trouver votre katana. わが名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか、
稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当てて。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から、いかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ、鼻を折ります。それから、めった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない、安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと、自らは堕落することなく、己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。攻撃で防御を。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみる。手心も期するでない。よし。よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。焦ってはならん。覚えが早いぞ。打たれる寸前に受け流すのだ。ほら、もうプレイ、je suis trop fort en fait。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは、槍が相手の稽古を。わお。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。どうだ。いかなる武具も、いかなる兵も、打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。飯の前にあと一つだけ問おう。
代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライ。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。馬の者まで走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。Je me suis fait cramer. Là.近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い、鬼畜ども。邪魔。ける気じゃないだろうね。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと。なあ、じゃあまいでくれよ。Mais tu sais, peut-être que je savais c'était où la zone encore. Faut monter, non ?2 hours later. Vampeda, 一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが、どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし。街道は避けよ。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。お父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。お父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。
一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねば。La confiance, le kage, kage, kage. Bien évidemment, au kage, kage. Les kage sont les sons.城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、押し上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。おらら、ゾウ。お主はここで待っておれ。エリウル。デフィー。志村殿を返してもらうぞ。Comment ça, mon ref? Ça allait, Tourkin. やったね。そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。エンダーアタック。
Voilà. これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、堺陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。ジン。さあどうする、堺ジン。どうしよう。ちょっと待って。今処刑、今処刑。黙れ、ゲドウめ。
めよ。下れ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。して父ジン手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ。お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は？ご本人が。お伝えくださいましょう。助かった、ユリ。坂井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。七君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。On va en 22h30, je coupe le stream quoi. Subete watashi no sei desu. Jin!それでも無事か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。
Non, ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici. Dès qu'il y a ma sauvegarde, je vais arrêter là. On dit le vent, mais... Le vent, là. ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び、ハーンに挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。